ああ、3月末予定なくなったし、オリックスのホーム開幕戦でも見に行こうかな、せっかくやし。どうせやったら一塁側のいいとこで見たいから、 S 指定席とかその辺取ろっか。よし、いいとこ取るぞ。うん、一塁側残りわずか。はいはいはい、じゃあ開けて。ん、予定枚数終了？しかも下段席全部、上段席しかないの？嘘やろー。皆さんこんにちは、タッツンチャンネル926のタッツンです。よろしくお願いします。さあさあ、バファローズファンの皆さん、もうすでに前半戦のチケット購入をお済みでしょうか。この2022シーズン、オリックスバファローズはチケット販売の形が変わりまして、3月から6月までの前半戦のチケットを2月に一斉販売する形となりました。もう4ヶ月後の6月のチケットも購入できるという形になってるんですが、もうすでに土日祝日の人気カードと言われる試合の前の方の両席がどんどん埋まっているという状況です。冒頭の僕のように予定が空いてから試合を見に行こうと思った時には、もうすでに前の方の席は完売しているというパターンも考えられます。で、今回はですね、そんな方に向けて上段席をご案内したいと思います。以前、京セラドーム座席レビューという動画を投稿していたんですが、その動画の中で僕が京セラドームで200試合近く観戦しているという話をしたんですが、実はその半数近くを上段席で観戦していました。その動画の中でも上段席の魅力を皆さんにご紹介していました。その際、あまりにも熱がこもりすぎていたのかどうかはわからないんですが、後日ツイッターの DM でですね、何人かの方から上段席に関する質問が寄せられました。見たい座席が完売になっていたから上段席で見ようと思ってるんですが、見やすいですかといった質問だったり、日本シリーズで当選した座席が上段席なんですが、この角度はどういった見え方になるんですかといった質問をいただきました。というわけで今回は上段席から観戦するメリットや各座席からの見え方、そして皆さんから実際に寄せられた質問をこの動画内でお答えいたします。まだ上段席で観戦したことがないという方に向けて、上段席の魅力を語り尽くす動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、早速進めていきたいんですけれども、まずは今回ご紹介するメニューからご案内いたします。今シーズンバファローズの主催試合で設定されています上段席の種類からご紹介、次に各座席からの見え方について撮影した画像をもとに皆さんにご覧に入れます。最後に実際に皆さんからいただいた質問にお答えいたします。で、今回のこの動画なんですが、あくまでも個人の主観でお話しする内容となっていますので、ご了承いただいた上でお楽しみいただきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずは今シーズンバファローズの主催試合において設定されている上段席の種類からご紹介します。上段中央指定席、上段 C 指定席、そして上段外野指定席の3種類設定されています。さあ、というわけで早速上段席のメリットについてご紹介したいんですけれども、まずは京セラドームの下段席に着目していただきたいと思います。下段席に関しても最前列から最後列までかなり振り幅の広い座席のタイプがあり、そして奥行きもかなり広い座席となっているんですが、上段席に関しては最前列からの眺めはこういった感じになります。で、画像だけで判断すると少し遠いかなというふうに感じるかもしれないんですが、実際に肉眼でご確認いただくと思ってたよりは選手が見えやすいなという印象を持ちます。で、当然一定の距離感はあるということから、下段席の最前列ほど選手が近くなく、そして選手が遠すぎないという程よい距離感の座席となっています。で、何よりこの上段席に関しては下段席以上に角度のついた座席の傾斜となっているので、前を遮るものがほとんどないということから、かなり見やすい座席となっています。下段席と比較して上段席の最も大きなメリットといえばネットがないところです。下段席はどのエリアから観戦してもネットが前にあるという状態、一方で上段席からの画像を見るとこのようにネットがない状態、少し高い位置からの観戦にはなりますが、ネットがないというだけで非常に開放感のある座席となっています。ネットがないというところから観戦だけではなく写真撮影したい方にもぜひお勧めしたい座席です。上段席から楽しめるのは試合だけではありません。座る座席にもよりますが、ベンチ内の選手の様子を見ることもできます。ベンチ内に関しては当然下段席からも見られるんですが、上段席に限って言えば少し高い位置から見下ろす形となるので、下段席から見づらいとされているベンチの後ろの方まで見ることができます。個人的な話ですが、最もこの上段席で観戦し始めたきっかけは近鉄時代まで遡ります。当時応援していた近鉄の選手がベンチスタートがメインだったということから、
試合出場までのベンチ内の様子が見たいということになり、この上段席から観戦を始めました。ここからは上段席の各エリアから撮影した画像をテキストとともに皆さんにご紹介します。では最後に皆さんからいただいた上段席に関する質問にお答えしたいと思います。上段席にもトイレはもちろん売店もあります。ただですね、この京セラドームのホームページに記載されている画像をご覧の通り、売店の数に関しては下段席ほど多くはありません。そして売店の位置も三塁側かネット裏、あるいはセンター付近に密集しているということから、一塁側で観戦される際はあらかじめ下段席の売店で購入された方がいいかもしれません。そしてこちらの質問、高さに関して言うと上段席は確かに傾斜があるので高いです。ただこの通路を挟んでブロックが2つしかないということから、長い上り下りの移動がないことから、まだそこまで怖いと感じることはないかと思います。当然これに関しては個人の感じ方で変わってきてしまうんですが、一応子供の頃から高所恐怖症だった僕でも問題なく観戦できるので多分大丈夫だと思います。おすすめの位置なんですが、野球を楽しみたい、そしてベンチの中を見たいという方に関しては、この丸で囲ったエリアをおすすめいたします。通路でいうと一塁側は53、54通路、そして三塁側は57、58通路、この辺りのエリアが非常に見やすい座席となっています。あとは目的にもよるんですが、ゆったりそしてまったりと観戦したいという方に関してはもう少し外野寄りに寄ってもいいかもしれません。さあ、そして観戦する上で最も気をつけないといけないことはボールの行方です。当然この上段席にもファールボールは飛んできます。特にネット裏付近だと強いライナー性のボールがどんどん飛んできます。そして先ほどおすすめで紹介した一塁側三塁側のエリアに関してはカットしたファールボールが飛んできます。当然ゆったり観戦する上でもボールの行方には常にお気をつけください。というわけで今回は動画丸々1本を使って上段席の魅力をご紹介いたしました。ネット裏から一塁側三塁側、そしてライトスタンド、レフトスタンドと様々な場所があります。目当ての下段席が完売していたという方に関しては、この機会にこれまで座ったことのない様々な座席から観戦してみてはいかがでしょうか。グランドから少し離れてしまうものの、意外とこの位置だったら全体が見渡せて自分に合っているといった座席に出会えるかもしれません。座席に関して疑問や質問などある方は動画のコメント欄でしたり Twitter の DM にお気軽にお送りください。というわけで今回の動画良かった、参考になったと思われた方はぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録をしていただけると動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。